皆さんこんにちは。今回のトピックはチャット GPT API です。チャット GPT は最近何かと注目されている AI の一種ですね。先日、アプリケーション開発用の API が公開されたことで話題になりました。このチャット GPT API はもちろん Unity からも簡単に使うことができます。最先端のラージランゲッジモデルを自分のアプリに組み込むことができるなんて夢があってワクワクしますよね。僕も早速いろいろと試してみています。手始めにプルーフオブコンセプトとしてこんなものを作ってみました。AI シェーダーというプロジェクトでシェーダーをチャット GPT に書いてもらうことができます。まずインスペクターのここにシェーダーの説明を書きます。チャット GPT の対応している言語なら何でも大丈夫です。このシェーダーは UV 座標系上で円を描画します。半径と主色と背景色をプロパティで変更することができます。こんな感じにしてみました。書き終わったらこのジェネレートボタンを押します。するとこんな風にシェーダーを自動的に生成してくれます。アプライボタンを押せばこれがシェーダーとして使えるようになります。一応お願いした通りの挙動になっているようですね。プロパティも指定通りのものが用意されています。どうでしょうか？なかなか夢のあるデモンストレーションですよね。このプロジェクトは GitHub のこちらに置いてありますので、興味のある方は試してみてください。それではこのプロジェクトの仕組みを簡単に説明しておきましょう。ChatGPT API は JSON を使った一般的な Web API です。リクエストを JSON でまとめてポストで投げるとレスポンスが JSON で得られます。こういった Web API を使用する場合、Unity では JSON Utility と Unity Web Request の組み合わせを使うのが便利です。API の仕様に沿って型を定義しておけば JSON Utility を使って C# 上のデータを JSON へシリアライズしたり、逆に JSON から C# へデシリアライズすることができます。あと重要になるのはプロンプトのチューニングです。エディタ上で入力したプロンプトはそのまま API に渡すのではなく、ちょっとした定型文を加えるようにしています。Unity のアンリットシェーダーを書きなさいとか、余計な説明は省きなさいとか、そういう細かい指示ですね。ChatGPT はコード生成用のモデルではないので、こういったプロンプトエンジニアリングによって挙動を調整する必要があります。Unity Web Request を使ってリクエストを投げる部分の処理はこんな風になっていますが、このあたりはすごく適当に組んであるので、あんまり参考にしないでください。非同期処理のやり方とか、エラー処理とか、手を抜きまくってますね。プログレスバーの表示とか、完全にインチキです。まあ、あくまでもプルーフオブコンセプトということで許してください。プロダクトではもっとちゃんと書くことにしましょう。最後にレスポンスを JSON Utility の FromJSON メソッドによってデシリアライズして取り出しています。あとはこれをシェーダーのインポート処理に渡すだけですね。こうして AI シェーダーが動くようになりましたが、実用性はどうかというと、現段階ではとても使えるレベルではないです。AI の出力するシェーダーはしょっちゅうコンパイルエラーになりますし、複雑なものは実装を諦めてしまいます。それでも自然言語を使って記述したものがコードになって出てくるというのは驚きですし、新鮮な体験です。AI とコミュニケーションしながら協力してシェーダーを組み上げていくという工程には今までにない開発体験があったと思います。今回は GPT モデルを使いましたが、コーデックスのようなコーディングに特化されたモデルの API が公開されたら、また同じように試してみたいですね。今回はこんな感じでチャット GPT について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。今回のサンプルは Unity のエディター機能としてチャット GPT を組み込むものでしたが、もちろんゲームやアプリの内部に組み込むこともできます。っていうか、むしろそっちの方がいろいろと使い道がありそうですよね。ゲームのストーリーを自動生成させたり、自然言語で NPC を操作できるようにしたりとか、いろいろとできそうです。ぜひ皆さんの新しいアイデアを試してみてください。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。